この番組は月刊三橋会員の皆様のご支援によりお送りしておりますキャスターは私、後継の後三橋貴昭です三橋 TV は三橋貴昭のブログ新世紀のビッグブラザーへのエントリーを取り上げ視聴者の皆様に経済を学んでいただくという趣旨となっております皆様ぜひともチャンネル登録をお願いいたしますあの、ケンセンのですね、はいえー、中野さんとのコンテンツ、歴史とナショナリズムがまもなく 視聴不可能になってしまいます。八月十五日までなので。はい、皆さん、ぜひ。ぜひ。ご入会いただければなぁと。思います。なんか、私、出エジプト。うん。で。なんだろう、伝説みたいな感じだと思ってたん。思あの、あれでしょモーゼがイスラエルの民を引きずって、航海に行ったら、海がバばあっと開いて。そ,そ,そこ通って逃げたら、エジプト軍が来たら、海が閉まって、みんな溺れちゃったっで。そうそうそう。あのお話、面白い。あ、リアルで会った。そうそうそう。そのぐらいだから、ジム統制でしょ、まさにこれ。うん。ジム統制。 まあこの中で話してますけどジムと王政も日本の歴史学者たちに根拠なく否定されてるんですよでもその大阪、大阪湾にたどり着いたジムまあ神山とユアルビコの御事の一行がその潟の川を遡ってそれで白形の地についたって書いてあるんだけどで今だって大阪平野じゃないかと川なんかねえじゃないかと潟もねえじゃないかって話だったんだけど実は昔あったっていう<ぁ>地形学で判明したの面白いですよねそうそうそう だ正しかったんで「すよねであの日本書紀」とか書かれた頃は多分大阪「湖になってたから湖なんですよ、はい、だからもう完全にそこ川を遡るなんかできなかったはずなんですよ。でんそしたらあの地形学で証明されてだから神武統制があるいは神武天皇が即位したのがいつなのかっていうのが地形学で判明したの西暦70年ぐらいですかねから<や>50年ぐらい。 紀元前ですね前70年から紀元前50年ぐらいだろうとそれより後だとだともう無理なんですその光景がさ川を遡って白潟の棲に作くっていうのができない<ー>ということなんですね。だからだから大体日本書紀のまあ記述とかを見るとそのいろんな謎が解けてくるわけですそういうのと照らして合わせていくと。でも,日本でも日本の歴史家っのはそれをガン無視して「神武天皇は架空の天皇だった」とか断言するからね。でももこれもう何回も言ってますけど 財政破綻論者も同じでしうちゃんとデータに基づいて否定しても否定しても変な理屈持ち出して財政破綻はするんだって言いたいんだけどお前らよっぽど財政破綻してほしいんだなと <laughs> そんな楽しいのかな財政破綻って。楽 <laughs> 楽ししくくななささそそううですけけどどねねだということで財政破綻した国最近の国で言うと。 ギリシャっててのがありまます前回も出てきましたけど、はい、でギリシャはユーロ建てだから破綻したでもうこれ終わりなんだけどそのギリシャがね面白いことになってます面白くないんだけどこれあの前回と同じですボリス・ジョンソン A 首相7月25日のブログなんですけど、はい、ここの後,後半でギリシャを取り上げたんですけどね何の話かというと、はいえー、ギリシャって、えー、2015年かなぐらいの総選挙で、はい 反緊縮財政、はい、反 EU のシリザという旧新左派連合が政権握ったんですよ<ー>、はい、つまりもう緊縮財政やめますという宣言をしたから政権取ったんですね<ー>反緊縮財政でそしたら結局できなくて先日の総選挙で、えー、新民主主義と、まあ、ND って言うんだけど ND が政権奪い返しちゃったのでこの ND って新 EU 新グローバリズム新緊縮ですからね わかります何が起きたか、はい、つまりギリシャ人はユーロ危機の後に緊縮財政したもんだからあのデフォルトしました財政破綻しました実際に、まあ、それはユーロ建てだからなんですけどねででさらに緊縮財政でってやって国民ど貧困に陥りまして失業率は25%超えた、うん、若年層失業率はね5割超えましたから<の>とんでもないでしょ半分半分以上みんなどうやって食ってたのかな もうみんなド貧困になったでこういう緊縮財政が良くないんだってことでシリーザってのがいきなり出てきて急進左派連合それまでパソックと ND が順番に政権取る感じだったんだけど第三勢力ってことで出てきたシリーザがブワーって伸びて政権取ったんですよ。うんそれで反緊縮財政やりますってやろうとしたらできなかったんですよ。できないできない。だからまさに、はいえー、こんな話なんですけどね。 えー、あの、はい、玉木雄一郎、えー、国民民主党代表との対談の時に出てきたんだけど覚えてますかね、はい、ダニー・ロドリックハーバード大学の教授からまあ今はどうか分かんないんだけど、うん、この方がこういうことを言ってていやその通りだなと私は思ったんだけどグローバリズムと国民主権と 民主主義の三つはこれ同時に二つまでしか成立させることはできない。どっかに規定なんですよ。<laughs> 前回は国際金融のトリレンマ、うん、今回はせ世界の政治経済のトリレンマということでございまして、要は三つ同時にまあ二つまでできるけど三つ同時は無理なんですよと,うということなんです。でギリシャで何が起きたのか、はい、ギリシャで何が起きたのか。ギリシャって民主主義なんですよ。だからシリアが政権取ったり、今回 N.D. になったりってするんですよね。うん でも EU なんでグローバリズムなんですよ<ー>欧州連合、はい、国境、まあ、欧州連合加盟国間では国境がないものっていうふうになってますからね、うん、基本的には。こでこの2つを実現しているってことはこれ無理なんですよう国民が自分の意思で政治を決める例えば国民が緊縮財政嫌だって言うんだったら緊縮財政やめるとかあるいは国民が移民を制限するんだって思ったら移民を制限するっていうこれが国民主権ですよね。 はい、自分たちが思,い思ってやりたいことをやるのが主権その国の政治においてだ一応日本人は主権国家の国民なんですよ、うん、選挙で票を入れてまあ,あのそれで結果的にうまくいってるかどうかちょっと置いといて <laughs>、はい、だから高家さんも日本国民として日本国の,国の政治を左右する方向を決める権利を持ってるんですよ<ー>これが国民主権。 でこの3つが成立3つは同時に成立しませんよって言ったのがこれがダニー・ロドリック「グローバリゼーションパラドックスと本だったかな、うんお。民主主義っていうのはあのはあの選挙で政治家を選びますとかでも選挙で政治家を選んでも国民主権がないから、うん、<laughs> 意味なかったってことなんですよだからギリシャの話っていうのは。グローバリゼーションですよグローバリズム EU に入っちゃってるから。 日本は,日本は、まあ、今これに侵食されてますが一応表向きは民主主義があって国民主権がありますよってことになってますなってますがこのままグローバリゼーション路線が進んでいくと、まあ、民主主義は残ると思うやっぱこれが奪われてくんじゃないか奪奪わわれれててるんですすよよま、はい、例えば TPP あるいは次の日米 FTA、はいはい、これだと EU、まあ、ほどじゃないんだけど国際協定なんですよねつまりグローバリゼーション、うん、グローバリズムです、うん ということは例えば日米 FTA でこれどうなるか分かんないけど米の関税は撤廃しろと要求突きつけられて飲んじゃったとそれで国際協定ですってなるとこ民主主義は一応あるだろうけどこの民主主義によっても米の,米の主権を米の関税をちゃんと設定して日本の米を守るってことはできなくなります。はい、これとこれを成立させちゃってるからこれができないと。 あるいは食の安全基準について、まあ、アメリカの要求で緩和しなさいとラウンドアップガンガン使いなさいと遺伝子組み換え食物いっぱい食べなさいとそういう国際協定になっちゃったら国際協定うそうなると民主主義によっても日本国民の安全保障食の安全保障を守るっていう主権はないってことだから実現できなくなります。怖怖いですよ怖いでですすそ、うん、それを、ね、世紀、まあ、今もそうだけどの先進国は まあ、基本的にこれを犠牲にして、で、これを推進したの、まあ、これは残ったんだけどね。はい。ということをやり続けたんです。その天罰がまあ、ギリシャですね。だから民主主義で反緊縮財政の政権を選んでも。その政権は国民主権がないと同然だから、ギリシャ国民の主権に基づいて反寄縮だとかできないんですよ。<ー>できなかったんですね。そしたら支持を失って、んでなんて逆転現象になっちゃって。グローバリゼーション、グローバリゼーシ推進する政党が今回勝っちゃった。<laughs> 救われないでしょだからブレグジットなんですよ<ー>イギリスは<ー>、はい、もうこれ勘弁してくれとここが、まあ、欧州連合から抜ければ、まあ、民主主権は今もあるけど国民主権を取り戻すことができますよっていう戦いをやってるわけなんですよわかりやすいわ、はい、かりやすいですよかりやすいありがとうございます <laughs> ちなみに中国はですね中国人はあの共産党主権なんで人民主権もありません 民主主義もありません<う>ということはですねグローバリズムやろうがやる前がですね共産党の意のままなのであれはちょっと例外なんです例外, <laughs> 例外なんでここに当てはめるとわけわかんなくなっちゃうあ<ー>、はい、前回の,あの金融政策のトリレンマも例外ですからね反固定相場制で反資本移動の制限みたいなことを中国共産党はやるんだけども本来の民主主義国家っていうのはこのみトリレンマにとらわれちゃいます絶対にで、えー、この <laughs> これ私もこれを意識したわけじゃないんだけど シンガポールに行って、えー、私が発案した取り電話がこれね移民政策の取りはい、はい、移民受け入れと安全な国家と国民の自由っていうのはこれは両立しませんよあ両立か2つまでしか実現できませんよ、うん、つまり移民受け入れやるってことは安全な国家か国民の自由かもしくは双方を諦めなさいと,、うん、とこれね後であとで、えー、照久先生に指摘されたんだけどあこれと同じだねと。 言われてみたらそうだなと<ー>ダニール・ロドリックのグローバリズムの、えーまあ、政治経済のトリレンマを移民に適用したのはこれなんだなとん、はい、つまり国民の自由ってまあ民主主義ですよね自分たちで政治家選んで決めましたで安全な国家っていうのは国民の主権に基づいて国家を守りますって話です、ねはい、で、まあ、移民受け入れはもちろんグローバリズムですってことでダニール・ロドリックの,そのトリレンマの延長線上にこれがあるんだよっいうのが最近分かっただからこのまま日本は移民受け入れしていくと 国民の自由が奪われるか、安全な国家を失うか、うん、両方を失うでしょう。うんうん、どっちが嫌ですかどっちを失いたくないですか <laughs> 両方嫌だよね、絶対。<laughs> 選べないぐらい。選べませんよ。うん、ヨーロッパ見てるとね、やっぱり意味受け入れた結果、まずテロとかが頻発するようになって安全な国家じゃなくなってる。と。うん、まあ外国人犯罪も増えるのよ、当然。で、それで何をするかっていうと、やっぱ国民の自由を奪い始めてる。うん 要は警察国家にななるしかないですよね<ー>シンガポール化はまさに移民受け入れと安全な国家を実現してるんで国民の自由はありませんありませんガチガチの警察国家です、えー、すごいですよねゴミ一つ落ちてないからね広大なディズニーランドですよね <laughs> ただその安全で美しい国家っていうのはこれを犠牲にすることでしか成り立たないよねでもね<ー>みんな自由にしていいでしょう移民の皆さんとかやったらですねこれは成り立たない絶対。 というようよな、こういう,なんでしょう根幹をぜひ皆さんに理解していただいてあの政治家をあの教育する必要があるちなみになんかいまいちあれですねダニ・ロドリックのトリレンマは流行ったりあるいはその国際金融のえトリレンママンデルかマンデルのも流行ったんだけどのいまいいいまち流流行行んないん <laughs> みんな流行らなみら <laughs> <laughs> これが今非常になんか切迫してるじゃん我々って。だからドイツもそうだし日本も追っかけてるけどこれを。 なんまあ、こ,れこれとこれを実現することにためにこれを制限するってことでさ変な法律が作られちゃうんですよパターンとしてどんな法律だから例えば日本人が外国人の悪口を言ったら逮捕みたいなああまあそこまで言ってないけど <laughs> 方向的にはそうなっちゃうそうしないと、まあ、揉めるからとでも外国人は日本人の悪口言っていいみたいなんだよね <laughs> 本当にね <laughs> それってどうなんだとこういうのが積もり重なっていくと最終的にはこれ壊れるでしょうねうん、うん、間違いななくネイティブな日本国民民と移民 あるいは前回も言いましたけど昔からいる移民と新たなニューカマーあるいは移民同士さらには移民についた国民と国民の争いこういう形の,そのマトリックス的な争いが多発するようになっちゃうから最終的にやっぱり安全ななな国家っっていううのは維持できなくなっちゃうだって考えてみたらあれですもんねあの移民さん来てくださいって言って。 まあ今日本政府そうやってるけど緩和してるからそれで私たち日本国民が望んで外国人受け入れてるって言うんだったらその責任我々にあるんだけどそうじゃないんですよねグローバリズムを推進するとあのまあさっきのロドリックの方だけどなんかこれ推進すると必然的に移民受け入れってことになりますよそりゃそうでしょこれ人の移動の自由も入ってるんだから、うん、それで国民が鬱っしたものがたまってでまあルサンチマン的な発想になっちゃうってパターンになっちゃうんだけどこれは移民の人にとっても国民にとっても不幸ですよね、うん、じゃあ誰が幸せになるんでしょう 誰経営者ですね安く奴隷的な労働力を確保できる経営者が得する、まあ、厳密にはその経営者の企業に投資している投資家が儲かるでしょうね。うはい、だから救われないでしょね。お金ないですお金。 はい、グローバル投資家の利益を拡大するためにはどうしたらいいんですかその配当金と自社株買いをいっぱいやってください。そのためには純利益を膨らませましょう。そのための手段というのは2つあって、1つは法人税を引き下げること、2つ目は人件費を切り詰めること。まあうん、実際、投資も切り詰めてるけど、日本はで。人件費切り詰める方法、一番いいのは何ですかそれは移民ですう、ね<ー>はい、日本人だと高い、外国人<ー>奴隷と。して見て、ね、見てるわけ<ー>あいつらどうせ安く あのだ黙って働くだろうみたいな感じの人たちがい,、まあ、いるわけなんですよ残念なこと日本人だって。<ー>でそれで利益を拡大しましたじゃあ誰が儲かるんですか株主これは救われねえだろうと移民だって救われないし日本国民も救われないんでね。<ー>ということで MMT なんですよ。<ー>はい、MMT の,のプログラムの一つにジョブギャランティードプログラムっていうのがあるんですね。まあ、これ自体は細かく今日説明しませんけども、はい これは要は政府が最低賃金以上で、職を保障しましょうと。うん、これ私好きなのはね、所得じゃなくて職っていうのがいいです。うん、あ、これはね、いいんでしょ、価値観が違うから、いや、所得の保障すなわちベーシックインカムの方がいいっていう人もいてもいいし。私はでも仕事を保障する方がいいと思ってる。うん、なんでかというと、いや、やっぱなんか働いて、社会にちゃんと。関与するっていうのが、人間にとっては。 健全じじゃゃななないいいいいかかと思っててるらそう人はいていいんだよだからベーシング一家もしてもいいんだけど、まあ、いずれにしてもそういうような MMT 的な政策をやって完全雇用を世界中の国々が確保することができたら経済移民は出ないですよね。うん、というようにケルトン教授に言ったもんね確か私、うん、そしたらまあ移民ってのは他の理由もありますよってまあ、それはいいんですよ大した人数いないから、うん、どうしても日本で暮らしたいっていう人がいてもいいですよ。うん でも自分の国で食えないから食い詰めてで安い奴隷的な労働力として外国で働くっていうのはこれは幸福だと思わないですよね。しかも家族と離れ離れになるんですよ、基本的には。で、家族を呼び寄せたら呼び寄せたで、その現地で要は少数派のマイノリティになって、やっぱり怯えながら暮らすことになると思いますというような不幸がこのジョブンギャランティードプログラム、もしくは MMT による完全,故障の完全雇用の達成によって、世界中のですね、これ、実現できると思うんですよ。 つまり一種のユートピアまっとうなユートピアっていうのを実現する可能性が MMT あるんだけどでも考えてみたらじゃあもうユーロはダメなんですよねだから <laughs> 全滅じゃねえかあいつらと <laughs>、はい、だからユーロ加盟国はもう絶対無理なんですが他の国々は少なくとも自分のだってみんな自分の国でちゃんと豊かになっていこうが幸せだと思うんですよでもそういうの教えられてないですよねグローバルに羽ばたくのがいいんでそうですすそうね こんな感じだった。言葉通じないからね。<laughs> その時点で大変でしょ。特に日本人は日本人はほとんど日本語しか喋れなくて、それでいいと思いますよ。いいと思いますけどね。はい、でもなんかそれを煽るわけですよね。うん、で、最後は日本の給料が安いんだったら、中国で働けばいいじゃないかとか。まあ実際竹中さんはそう言ったんだから。<laughs> <う>今後そうなってっちゃうんですか、ね？だから止めましょう。って話ですよね。<laughs> つんてかまずお前が日本から出てきて帰ってくんなって話ですよ。それであいつにさしていたいのは？<laughs> <laughs> とということであのそのそ MMT とかこういう私が「みちあし TV」で話してることっていうのは最終的には人類を救うかもしれないでもとりあえず日本国民を救わなきゃね特に日本の貧困層とかあと高齢者の貧困層が悲惨ですからね、うん、そういう悲惨な生活を同じ国民にさせてて皆さん平気なんですかともちろん方法がない解決の方法がないっていうんだったらそれはまあ仕方ないですけどあるんだから日本は。うん だけど、こうさんの同僚さんとかで、みんな結構苦しんでますよね、おそらく。年代。そうですね。割と。貧困に。うーん。なのかなって。 結婚できるのかなか子供産めるのかなとかー、ねうん、別にあの結婚して子供産むのが絶対的な善だって言いたいわけじゃないんですよ最近こういうの突っ込まれるから <laughs> <laughs> じゃあ三橋は結婚しない女性についてはあの <laughs> ダメだって言うのか,とかそんなこと言ってられるんだろうかそんな価値観の問題なんだから個人で勝手に決めないんだけどまあ社会全体としては私はな個人的にはやっぱりちゃんと結婚して子供を作るっていうのが幸せだと思いますよ、うんうん、赤ちゃん育ててるからなおさらもう,う、はい、もう死んでもいいね今この瞬間にで <laughs> ぐらい幸せですよ <laughs> かわいいでしょかわいすよね。というような経験もしないでそれで年老いてって貧困のまま死ぬっていうのはさすがにちょっとひどい人生でしょうということで、うん、こういうのを解決するためにねぜひともこの、まあえー、ケルトン先生がおっしゃるにはこうボトムアップでやんなくちゃダメだとあおっしゃってましたね。ということはみんなが言ってそれでこういう考え共有してで政治を動かさないと、まあ、多分ダメなんでしょうと,、うん、ということでございますので皆さんもぜひ えこれなんかねここ3回の話って全体的に難しかったじゃないですか、はいはい、これね踏み込まざるを得ないからやったんです、うん、今までコウケさんが多分いろんな基礎知識を貯めてるだろうからその上をちょっとやってみたんですけどここまでやっぱり分かんないと結局なんかつっっれれてて反論さたになちゃうん、うん、でもあのここ3回の話とか繰り返し聞いて完璧に理解してあそういうことなんだなとそれ反論できるんです。うん あ喧嘩したらダメよよい <laughs> いやこ <laughs> <ろ>こういうととなんですよと例えば、これ移民向け入れたらこれとこれはもう両立できないんですよ、どっちか諦めるしかないんですよていうのも、これは説明を受けたら誰でも分かるはずなんで、そういう感じで、まあ、世論を変えていくっていうとことに協力していただければなというわけで、あのボトムアップが日本。